はいどうもというわけでね、今日もファイプロの実況の時間がやってまいりました。今回はちょっと特別に、団体対抗戦ですねをちょっとやってみようかということで、いろいろちょっとこうストーリーを続けてきましたので、最初にその説明をさせてください。まずこの、もともとファイプロワールドに入ってる既存のレスラーっていうのは SWA っていう架空の団体にいる、レスラーです。でそこにエディットで、架空団体 WMW というのを作って、そこに実在するレスラーをこうずっと再現していっているということをしています。で WMW でまあ楽しんでるんですけども、 SWA のレスラーが俺たちの活躍の場はないのかみたいな感じでストーリーが起きたと。でそこからじゃあ団体対抗戦をやってやろう、あのユーインターと新日のように長州高田会談、電話会談があって、それで抑えろっていうような形になったというストーリーで今遊んでます。で、試合は、全部で4試合行われます。全代表、各団体が10名ずつの代表レスラーを出して、それを、4試合に割り振るという形でいきます。で今から行われる、バラ戦ハッパデスマッチはこの第1試合に、団体対抗戦の第1試合に当たります。で左側青コーナーの方はマンモ佐々木、千秋力、ミスターポーゴ、ミッシングリンクというのが WMW の、所属レスラーです。で右側赤コーナーにいるのがミスターコブラ、スティール・ジョンソン、オリバー・エスパダス、ヒミヤ・リュウヤ、これヒミヤ・リュウヤ・タカヤっていうんですかね、が SWA 既存のレスラーです。で、この4試合、4つの形式の試合を、最初がこの4人8人マッチ8人タッグマッチで、次が6人タッグマッチ、その次がタッグマッチ、最後シングルマッチと。でこの4試合をやって、その4試合の勝利数が多い団体の方が勝ちとします。もし同点だったら 2-2 の場合はシングルマッチを勝った方が勝ちというふうにします。で今から行われるブラ戦ハッパデスマッチはその第1試合という形で行われますが、まずルールの方を簡単に見ておきましょう。試合決着法は3カウント、時間制限は無制限。ここが一番大事ですね。爆破時間が10分と設定しています。これについては爆破をしたことで全レスラーのダメージが瀕死までいきます。でその10分までにある程度ダメージが溜まっているレスラーは爆破を食らうとそのまま KO されることになります。のでこの10分というのは意外と爆破しないかもしれないし、ちょっとやってみないとわからないですね。で、コンピューターレベルは6、設置狂気数は0、ゲームスピードは 100% で、あとはそのままクリティカル率も、普通となっています。で、ご存知の方がおられないかもしれないので説明をしておきますが、左側青コーナーのWMW のレスラーはエディットポイントが全員180という設定でやっていますので、この辺の加減でいくといい勝負になるかどうかやってみないとわからないところですので、それでは始めたいと思います。世紀の団体対抗戦第1試合の開始です。さあいきなりもう入場も何もなく8人の男たちが向かい合って、今回のリングは白黒はっきりつけるというために白黒はっきリングというダジャレの、しょうもないダジャレのリングを作りました。ちなみにレフェリーは和田恭平さんにお願いしようと思ったんですけども、さすがにデスマッチは嫌だ、爆破するのは嫌だからということで、FMW 時代にいたであろうヘルメットをかぶったレスラー、消防服を着たレスラーにしたかったんですけども、そのヘルメットだけかぶってもらうことにしました。試合時間はもうすでに1分が経過しております。
もう乱戦状態ですから分かりませんが、試合時間が10分になるとリング外にある爆弾が爆破します。でそれまでに決めるか、早くホールに入りましたが、これはまだ完璧なしですね。で今回レスラーの選出については WMW としてはデスマッチに強いレスラーを一応揃えてみました。ポーゴなりマンモス佐々木なりはその代表だと思います。で10名ということなので、この4名で、勝てるかどうかなんですけども、実力で言ったら別に弱いわけではないのですが、このハッパデスマッチはどちらかというとちょっと運的な要素もありますので、うまくこうコールしてもレフェリーがチェックしてくれない場合があったりします。試合時間の方は3分経過しました。その運の要素でどちらが最初に運をつかむかというのがこの第1試合の見どころではあるかと思います。さあ時間が3分30秒を超えました。まだ今のところロープに投げられて被弾をするレスラーは見かけないですね。またしかも流血、しかしポーゴ選手がやや攻撃攻撃などをし始めました。でこの試合は当然ながら2人で組んで合体技が出せます。最大3人の合体技まで出るはずですので、それを多く出した方が有利ということになるんですが、もうちょっと乱戦すぎてわからない感じもします。さあ、対戦相手となるレスラーとしてやっぱり一番気になるのは今右下で倒れているミスターコブラでしょうかね。かなり実力派ではあるはずです。わざとこの4人のこの試合に組んだというわけではないんですが、さあどうなる、試合時間は5分を超えました。あっとスティルジェームス選手が被弾をしまして流血をした模様です。さあカウントが入りますが、これはまだ2ですね。さあこの辺からだんだんレフェリーの仕事が遅くしくなってくるでしょう。ギブアップを狙う選手レスラーと、カウントが入るレスラーと、さあゴールを抜くレスラーがそろそろ来てきました。試合時間は間もなく7分となります。これは長期戦の可能性が出てきました。当然ロープに走ってラリアットを出すとかそういう技ができませんので、こういった状態で相手にダメージをいかに与えられるかというレスラーが強いのですが、そういう意味でちょっと選手はラリアットができなかったりするんですが、その分サソリ固めがあったりして有利ではないかというふうに考えます。あっと大野選手が炎を吹いた途端に被弾するという、さあそろそろダメージを重ねて、しかしファイヤーが入りましたね。カウントが 2まで入りました。これは返しました。しかし逆に今度は首を固められるが、私もあっと選手が被弾した。さあ試合時間は8分40秒、まもなく9分になります。9分40秒になるとサイレンが鳴るはずです。さあ今のところまだ、さあカウントが入るが、そうですね、この辺レフェリーがタイミングがずれるとゴールをしても3つ取れないという可能性があります。さあ現在はあともう間もなく9分40秒、さあブザーが鳴りました。さあここで爆破するがどうなるか、まだ誰も倒れていないが、ここでバカだ。さあ誰も KO はされていませんね。あっとヒミヤ選手が KO された模様です。ここでヒミヤ選手が KO されたということはレフェリーが復活してチェックが入ればKO が認められるでしょう。さあどうなるか、ヒミヤ選手立ち上がれません。しかしここでチェックが入りましたね。これ今ね入った模様です。第1試合は
このような結果になりましたね。10分59秒ヒミア選手の KO により第1試合は WMW が1ポイントリードという形になりました。意外とまああっさりとした結末とはなりましたが、まだまだ残り3試合団体構想の方がありますので、ぜひお楽しみください。ではまた。